ベンゼンヘキサクロリド、別名、ヘキサクロロシクロヘキサンが99%以上、含有するものは、リンダンと呼ばれ、1941年に、神経毒として、殺虫効果が見出されて、以来、農業用や住居用の殺虫剤、殺ダニ剤として、広く用いられていた。アルファ BHC とデルタ BHC も、わずかに殺虫力を持ち、 その他の異性体はほとんど殺虫力がない。特に βbHC は殺虫力がほとんどないのに代謝排泄を受けにくく、毒性がガンマ体の5から20倍あるとされ、問題視された。bHC は環境中で分解され、にく,く、特に βbHC の残留性が問題となったため、現在は多くの国で殺虫剤としての使用が禁止され、p o p s 条約で 規制対象として付属書 A に記載されている。また、我が国では、過信法により、第一子特定化学物質に指定されている。特に、農薬として使用した場合、動物が、食物から摂取して、脂肪、肝臓、腎臓などに蓄積する危険がある。また、母乳に含まれる例も知られている。亜急性、慢性中毒は頭痛、めまい、神経過敏、協調運動失調。 大きい、体重減少、全身倦怠感等の症状のほか、再生不良性貧血等の増血障害、実験的には肝腫瘍形成や性機能障害等が認められる。水に対する溶解性は低い。安定性が高いことから、自然環境中で分解しにくい。殺虫効果が高いことから、乳剤、過湿性粉剤などとして、稲、野菜、果樹、 小薬などに広く使用されたが、人に対する毒性も強く、また、異性体の残留問題もあり、現在は多くの国で使用が禁止されている。日本では1969年に牛乳への汚染が問題視され、1971年に執行となった。当時のサザエさんにも BHC 牛乳が飲めなくなってたらおが起こる、という話が描かれるほど、 この問題は社会に影響を与えるものであった。BHC は DDT や女中菊と同じように昆虫の皮膚から浸透して神経を化す接触剤と言われるものである。それと同時に薬のついた草を食べて消化器から吸収される食毒剤でもある。さらに空気中に蒸発して昆虫の呼吸器から吸収され殺虫効果を発揮する。要するに、 害虫が薬に触れなければ効果がないので、文化のように稲の葉の上にいる場合には効果が上がるが、命中のように稲の茎に潜っている虫には効き目がない。中国では分子式から666という名の農薬として知られるが、使用は一部例外を除いて原則禁止となっている。リンダンの音薬としてリンタンという呼び名も使われた。発売当初のバルサンの広告初期のバルサンの 主成分として用いられるなど、ゴキブリやダニにもよく効く、住居用の燻蒸剤としても使用されたが、現在は使用が禁じられている。1959年の伊勢湾台風では、伝染病を防ぐ目的で、被災地の広範囲に散布された。海鮮の治療薬として、皮膚の幹部に塗布し、原因となる皮前ダニを殺すのに用いられている。また、頭じらみの駆除に用いる国もある。 日本では規制のため、医薬品としては入手できず、市薬等として購入し、院内調剤して用いられていた。2010年4月より、過信法改正のため、日本国内では、医療用途には入手不能となった。ベンゼンと塩素ガスを混ぜた状態で、紫外線を照射すると、塩素ラジカルが発生する。これをベンゼンに繰り返し付加させると BHC が得られる。ありがとうございます。